こんにちは。女子シングルス準々決勝が行われ、世界ランク13位の平野美宇が同8位のシン・ユビン韓国に3対4で敗れ、メダルには届きませんでした。格上の第1ゲーム、序盤からテンポのいい相手の卓球にはまりました。左右に揺さぶられて失点、4対11と落としました。続く第2ゲームも流れを変えられず、リターンミスが出るなど大苦戦。ここも7対11と奪われた。第3セットもリードを許す展開から、最後はリターンミスで5対11、崖っぷちに追い込まれました。第4ゲームは立ち上がりからリードしました。途中サーブミスから崩れそうになりましたが、持ちこたえ11対7、ついに1ゲームを取り返した。第5ゲームも平野が押し切った。一進一退の攻防、手に汗握るラリーを展開する。7対7から抜け出し、最後は11対8で奪いました。ゲームカウント2対3と追いすがりました。第6ゲーム、互いの意地がぶつかりました。まさに手に汗握る攻防、終盤まで同スコアで進め、最後は平野の積極性が上回りました。11対9で奪いました。勝負は最終第7ゲームに。ここでシンが序盤からポイントを重ねます。平野も懸命に食らいつきました。2度のゲームポイントを握りながら、あと1点が奪えず、逆に11対12と逆転を許し、最後はリターンがネットにかかりました。死力を尽くした熱戦に敗れ、平野は悔し涙に暮れました。勢いに乗っていた平野が止まってしまいました。前日7月31日の3回戦では、世界ランク28位のマニカバトラインドに4対1で勝利。シングルスでの3試合を経て、自分の調子自体は悪くないし、結構いいと思うと手応えをにじませていた。大会前の体の不具合を前向きに捉えた。6月のスロベニアの大会で左膝に違和感を覚え、以降は試合の欠場で調整に重点を置いた。世界ランクを上げるために7月まで多くの選手が国際大会を転戦する一方、強敵の中国勢もオリンピック前は練習に当てています。平野はその例も念頭に置き、地に足をつけて準備を進めてきました。パリに入ると第8シードの立場で3連勝8強入りを手繰り寄せたが、第4シードの新に止められてしまいました。今回平野美宇が負けた新ユビンですが、今回出場しなかった伊藤美誠が対戦していたらどうなっていたのでしょうか。ここで過去の戦歴をご紹介します。伊藤美誠は2019年の JA 全農 ITTF 卓球ワールドカップ団体戦でシングルスで対戦しており、そこでは3対1で勝利を収めています。世界ランクはシン・ユビンに劣るものの、パリオリンピック直前の2024年に行われたワールドテーブルテニススターコンテンダーバンコク開催では見事に勝利を収めています。この結果から見ても、伊藤美誠が対戦していたのであれば勝利していたのは確実でしょう。そんなライバル伊藤美誠は、美宇の試合は正直勝ったと思った。辛い試合だと思う。格上相手のよく耐えた。頑張ったね。お疲れ様。と話していました。では今回伊藤美誠はなぜパリオリンピック出場選手に選出されず、リザーブ枠も辞退したのでしょうか。中国メディアは、案の定、張本が選出されたなどのタイトルで記事を公開。記事では、伊藤がシングルスに続いて、惜しくもオリンピック団体出場リストから漏れ出場権を逃しました。オリンピックで金メダルを獲得した唯一の日本人女子選手として、伊藤の落選は実に大きいとしました。伊藤は東京オリンピック女子シングルス3位、女子団体2位、混合ダブルスで優勝しました。女子シングルスと女子団体戦では孫 A の粘り強いブロックに阻まれ、あと一歩及ばなかったが、混合ダブルスでは伊藤と水谷隼の素晴らしいパフォーマンスにより中国は金メダル獲得のチャンスを失いました。伊藤のパフォーマンスは東京オリンピックで頂点に達したと解説しました。そして落選の要因の一つに東京オリンピック後の急速な衰退を挙げ、衰退した理由を彼女の技術的なプレースタイルが時代遅れで体の柔軟性が低下していたためとしました。さらに他の選手が進歩している時に伊藤は立ち止まり、もしくは交代さえした。結局他の選手に追い抜かれただけで、
落選を説明するのは難しくないと解説しました。韓国釜山で行われた卓球の世界選手権団体戦で銀メダルを獲得した女子日本代表らが2月26日に帰国、東京都内で会見が開かれ、伊藤美誠はパリオリンピックの補欠は辞退する意向を口にしました。5日のオリンピックメンバー発表後、初めて報道陣の前に姿を見せた伊藤は、団体戦要員にあたる3枠目について、張本美和さんか私、2択だと、 100% 自分が選ばれるとは言い切れないと、と覚悟を決めていたと明かしました。リザーブメンバーとしてパリオリンピックに帯同する可能性も残されているが、伊藤は私はリザーブ、補欠には向かないかなって、なので多分行くことはないと思いますと語っています。だが世界選手権では出場していない時、戦っている選手を懸命に応援している姿、何よりも選手にかけるアドバイスの的確さなどから、リザーブとしてチームに帯同してほしいと待望する声も上がっていました。その背景を元にしたであろう質問に伊藤はこう答えた。リザーブの選手というのは、私も2016年のリオオリンピックの時は平野美宇選手にすごくたくさんサポートをしてもらって、初めてのオリンピックで先輩方がたくさんいる中で同世代がいるのが本当に思い切りできた理由でもあって、その中でメダルも取れました。東京オリンピックでは早田ひな選手にたくさんサポートしていただいて、アドバイスもたくさんしてくださって、早田選手がいてくれたから金銀銅メダルを取ることができたし、コーチ監督じゃできない部分をリザーブの選手が補ってくれたと思います。でも私は金銀銅を経験しているので、これからオリンピックに出場したい選手だったり金メダルを取りたい選手がリザーブとなるべきかなと思います。世界選手権を終えてパリオリンピックでリザーブ、みんなのサポートをしてほしいっていうメッセージをいただくことがあったんですけど、アドバイスとかそういう面でサポートしたい部分はあるんですけど、私はリザーブは今後将来を背負う選手が経験すべきじゃないかなと思います。それを受けて早田は話した。それは本当に美誠の人生なので、美誠は美誠の人生なので、私たちはオリンピックで金銀銅を取ったことはないですし、美誠の思いは美誠本人にしかわからないので、そこは美誠の意見を優先してほしいです。早田の言う通り、伊藤の意思が第一であるのは言うまでもない。そしてやはり早田の言葉の通り、尊重されるべきでしょう。最後に今回の試合について視聴者の反応をご紹介します。日本のチームを応援してるけど、みんなすごい素晴らしい試合だった。平野選手惜しかった、でも歴史に残る素晴らしい戦いだった。感動した。胸を張ってこれまでの努力を誇ってほしい。観客はあなたの粘りと強さに完全に心を奪われていました。美宇ちゃん本当にすごいよ、よく頑張った。気持ちで負けないでほしい。流れは失っていない。めちゃくちゃいい試合だったぜ。団体で絶対勝つんだ。追い込まれた展開でよく頑張った。だからこそ悔しいと思う。でも団体戦がある。気持ちを切り替えて頑張ってほしい。平野美宇選手ベスト8で敗退。残念ですが次は団体戦があります。応援してます。頑張れ日本。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。